こんにちは。いや、ちょっとなんかスタートがね、焦げましたけど、ラグビーオンラインチャンネルです。ですね。世界のラグビーオンをご紹介するチャンネルでございます。よろしければチャンネル登録のお願いをいたします。はい。というわけで、今日ご紹介するのは、こちらなんですよ。で、あれって思う方もいますよね。多分、うん、こちらのファンの方でね。これ、前やってみませんみたいな感じしますよね、はい。やってないんですよ、これ。今やったのはこの人です。が、今回ご紹介するこのドローン、ワラビーズね、オーストラリア代表ワラビーズの2425モデルのオルタネートジャージ。オルタネートつまりアウェイジャージですよね。で、アウェイジャージといえば普通ね、例えばオールブラックスだったら白になったり、うん、ジャパンだったら青になったりとか、はい、全然違う色で、まあほら、色をかぶった時に相手がかぶんないっていうためのオルタネートジャージじゃないですか、うん、はい、と、そこにぶっ込んできたのはこの人ですよ。これがホームで、これがオルタネートです。違いはこの横にある、アボリジニのね、このインディジナス柄があるかないかでございます。カラーは同じです。なんでこんなことになったと思いますか？このカラーがいないから。そうです、俺もそう思うよ。ついに苦節何年気づいたんじゃないこのワラビーズたちはあれっつって、これワラビーゴールドなんて着てる、ワラビーゴールドあの名前が、はいはい、出てました。いないんじゃないかと、ここに唯一無二じゃ ね。そしたらオルタネートとかいらんくないみたいな話だった。まず話の流れは、とはいえだよ、とはいえなんか相手の方からね、なんかホームに行った時とかにね、うん、ちょっとなんかリスペクトを込めたオルタネートって必要じゃねみたいな意味も含めて、じゃあ色変えなくてよくねってなったと思う、うん、じゃあなんならここの横のパネルだけ変えればいいんじゃねみたいなのがこれです。いいですね、これです。サイズは S、 私着てますけど一緒です、これ、はい、で背中の感じは一緒ですよね。でもなんかホームの方が明るく見えますよ。いやいや同じです。いやいやいや違います、なんか違く見えるよ、気のせいかな。いや同じでしょ、どう見ても。同じか、同じですよね。光の具合、いや微妙に違ったら微妙じゃない、それはそれすごいけどね。でもなんかここだけ見て、え、これ誰ですか？カメラで見たら違う、光か。そうですか、じゃ違うってことにしとこうか、せっかくだから、まあ、オルタネートジャージだから同じである必要はないんですよ。オルタネートジャージですかね。いいですね、横にロゴが入ってあるじゃん、デザインが入ってます。あとこの刺繍ね、刺繍パッチ一緒でしょ、一緒で、アシックスの刺繍も一緒、はい、キャドバリーも一緒、このサントースも一緒、はい、一緒なんですよ。これだけです、こっちだよ、これです、うん、あのというわけで、どうですかね、ご希望に合わせてですねお選びいただければいいんじゃないかななんて。でも個人的にはこのインディジナス柄かっこいいよね。アワエの方買っちゃいそう、俺は好きよって思ってますよね。まあ、今のところね、来日予定とかあんままだないですけどね。なんかどうなってるんですかね、あのワラビーズの戦略的なんとかパートナーらしいって作りましたよね、ジャパンでね。ないっすね、聞こないですよね、どうなってるのかなと。この前ね、あのワラビーズ協会に聞いたんですけど、うちがオーストラリア協会でね、はい、教えてくれませんでしたなので、知りません、私も知りません、どうなってるかね。ぜひですね、日本ラグビー協会の方にお問い合わせいただければ。僕は知らないですよ、俺に聞いたとか言わないですね、はい、はい、というわけでいいですね、ワラビーズ出てきましたよ。で、この前、この時に言いましたけども、実は海外入荷モデルなんですよ、はい、ちょっと日本のアシックスさんから入荷なかったんで、今回はもしかしたら僕入ってくるかもしれないね、うん、なので多分これもこれだと思います。円安もう待ってそうですね、しょうがないですね、しょうがない。はい、というわけで、こちらもですね、海外やってるモデルなので、日本、東京の方に在庫、日本場所に在庫があまりない可能性が高いんです。なので、どうしようみたいよなって方は事前に言っていただかないとちょっとご用意がない可能性が高いので、お気をつけください。はい、というわけで今日ご紹介したのはこちらでした。こちらじゃないですよ、こちらのこちらバージョンの、ワラビーズ2425モデルの、オルタネートジャージのご紹介でした、はい、よろしければ下の方を見てみてください。ではバイバイ。